い、こんにちは、スカイトモです。今日はね、動画始める前に前回のね、僕が前から映してる映像でね、何点取るか皆さんに予想させてたと思うんですけど、さらのね、スコア発表をします。まだ僕は実際皆さんがコメントしたの見てないんですよ。まあ連続で撮ってるんで、当たってる人がいるか本当に楽しみです。はい、で点数はね、じゃん、今朝201点です。ストライク続いた時もあったんですけど、まあ、スペアで苦しんで9フレね、イージーミス、テンピンミスしました。はい、はい、で結果的には201点です。皆さんがどういう風にスコア書いたかね、今からちょっとワクワクしてます。はい、ってことで、じゃあ早速ね、今日の動画説明したいと思います。今ね、平成も終わって、令和に入っています。で、令和なってボーリング1ゲーム何点取るかね、やってみたいと思います。年号が変わってどう気持ちも入れ替わったのか皆さんにね、見せたいと思います。はい、じゃあ早速ね、1ゲーム投げてみたいと思います。いきましょう。しゃあ、よし、いきます。いつもよりも集中します。シャキーン。まあね、最初はね、ストライクでもね、最近後半崩れるパターンが多いから。天品か、もう何回も言うけど、スペアボールないと不安だけど、天品はビビったら負けなんですよ。どうせね、外すぐらいだと思いっきり外そう。ほらほら、根本的には悪くはない。ちっちゃいアジャストしていきます。いや、今のはダメ、今のは俺がいかん。あー、きついなー、今のきついなー。令和の1ゲームで奇跡起きないかな。まあ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 、うまいよ。おい、久々9番ずっとなかったのに。ああ、天秤飛ばしたと思ったら9番。やべ、レーンが分からなくなってきたな。あれむずいよ。よし、手前が滑るのか取られるのか分かってなくて、自分が完全に迷走してるんですよ。1枚とか左に寄ってアジャストします。ちょっと出します。そして、うわ、やば。令和1ゲーム苦戦しまくってるな。苦しい展開やな。ターキー入れないといけないな。もうちょい寄るか。いきます。よし、久しぶり。ここからだね、今ので合わせよう。うーわ、これはいかん。ちょっと出しすぎた。いやー、全部入れないと200いかんな。これ絶対ストライク入れんといけんな。さっきの感じ悪くない、きっと悪くない。ミスった、ミスった、ミスったよ、ミスったよ。はい、そうですね。うわ、まあそういう時もあるよ。やべやべ、令和ボーリングクソやわ。うまいけど、オッケー。全部入れて178。いやー、俺らしい。うまい。あー、ダメか。久々事故ったな。しかもみんながお祝いムードの令和の時に。あ、オッケー。いやー、クソやわ。はい、お疲れ、お
お疲れ様です。神々だな。すいません、なんかね、記念すべき令和1ゲーム168、ここから這い上がるっていうことでしょうかね。はい、でもね、まあ、ボーリングっていい時もあれば悪い時もあるし、こういうスコアもね、やっぱ来ます。全然ね、乗せます。僕はもうハイスコアだけ乗せたいところなんですけど、やっぱりね、あの YouTube で配信してる以上、まあ、こういうのも乗せたらね、みんなもね、なんか勇気づけられるんじゃないかなって思ってるんで、こういう感じにね、グダグダなものがある、難しいレーンだったら仕方ないってなるんだけど、今回ね、そんなに難しくない中でこの点数はまあへこむね。あ、まあ体力もないね。筋トレします。結果、筋トレします。令和、はい。ってことで、この動画がね、面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のね、アラームボタンチェックと、インスタ、ツイッターもやってるので、ぜひね、フォローください。また配信します。帰ってましょう。バイバイ。